あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。では、次第台最初のニュースはこちらです。バイデン政権が外国人の入国条件にワクチン接種を義務化。 アメリカのバイデン政権は入国する外国人に対して11月上旬から新型コロナウイルスのワクチン接種の完了を義務付ける方針を発表しました。航空機の搭乗時にワクチン接種の証明書の提示を要求するもので日本人も対象となります。 えー、今までは PCR 検査の陰性というものの証明が必要でしたけれども、今度はワク,ワクチンですね。はい、なんか一時期はね、あのー、サンフランシスコとかああいうところの空港ではなんか空港でもういきなり入国してきた人でも打ってくれるみたいな話がありましたよね。ありましたよね。わざわざ日本から行って打ってもらってきた人がいるみたいな話もありましたけれどもそうですね。 あのー、ただ、この外国人の入国にね、ワクチン接種を義務化するというのは、これは日本もやったらいいんじゃないですか私はあのー、日本国内におけるワクチンパスポートっていうのは、ちょっとこれは慎重であるべきだと思うんですね。はい ちょっと他の国と違うのでね、日本の場合、うん、あの、まあ、感染状況も、それから重症者の数も、はいうん、そして、その、日本人のやっぱり衛生観念っていうのかな、あの、みんなもう、律儀にマスクをして、はい、ま、手洗いうがいとか、ちゃんとやってるじゃないですか。うん、だから、そういう中では、はい、こう、あの、例えばヨーロッパの国みたいにね、もう完全にその、ワクチンパスポートで、えー、人々の行動を、その、まあ、制限していくっていうことではなくていいと思うんですけど、うん、しかし、出入国に関して、 はい、やっぱり厳正にあの、まあ、管理をすべきなので、うん、PCR と、それからこのワクチン接種を義務づけて、そして、例えば日本人が、ですね、うん、まあこれは私、若干自分の願望も含めてるんですけど、はい、私たちもね、もうこれ、2年近く、やっぱり国外に出れない状況なんですよね。えー だけど、まあ、ワクチンも二2回打ちましたし、抗体もありますので、うん、行くでしょう、はいい、今一番何が問題かっていうとです、ね、アメリカなんかは入国がまあ比較的しやすいんですよ、はい、ところが帰ってきた時の日本の側での隔離が結構厳重だというのがあるんですけど14日間うワクれども。 抗体を持っている人間に関しては、うん、特に帰国者ね日本人の、はい、それに関してはもうそこはちょっと緩和してもいいんじゃないかなというふうに思います。うんうん、それとこの、まあ、新型コロナに対する、まあ、向かい方もね 今までのように、はい、まあ水際も閉めたか閉めないか分かんないみたいな話なのにね感染者の数ばっかり追っかけて行動制限だけを国民にしていくっていうんじゃなくって、はい、もうだって、まあ、変な話ね現場を取材すれば、はい、保健所は。 はっきり言って崩壊してますよ。うん、うん、もともと数が少ないし、人の数も少ない。そうです。そんなことやる体制がもともとなかったんですから。なのに、まあ、かつてのその、まあ、ある意味ね、結核だとか、いろんな。感染症が昔の貿易。ですよ。体制ですよ。法律の立て付けはそうなってる。そうなんですよ。でも、コストカット、コストカットで。今の状態に合ってないんですよね。それから、この病気っていうのがもう正体が分かってきたし。日本の場合は、その、まあ、幸いにして、やっぱり重症。 者も,、ね、もちろんそれいらっしゃるし不幸にして亡くなった方もいらっしゃるけど、はい、だから今度はやっぱり治療の方向にまあシフトしていってで保健所縛りをやめて。 まあかといってね、その2類か5類かっていう端的な話じゃなくて、はい、まあちょっと特例的であってもいいと思うんですよ、うんうん、でも要するに、えーまあ、最初の段階で、かかった最初の段階で適切に処置をして、できるだけ重症化させないと、うん、いうことに重点を置いていくっていうふうにした方がいいんじゃないかなと思いますけど。それってある意味ね インフルエンザのような、季節性インフルエンザのようなワクチンを打つことで重症化予防できますと、かつ、ここから先、特効薬が出てくれば、あるいは既存の薬で、これは効くじゃないかってものが出てくれば、その車の両輪でいけるわけですそうなんですよ、だから私、今、その薬関係をちょっと取材してるんですけれども、やっぱりその。 一番ね、えー、いいのは飲み薬ですよ、はい、でその抗体カクテルのような点滴だと、それなりの施設行かないとできないですよね。よねだけど、自宅で療養してるときに重症化しない、はい、そういうまあ薬があれば、一番いいわけですから、うまあそういう選択肢を増やしていって、限りなくインフルエンザに近づけていくという方向に舵を切らないと、はい、この状況ではね、やっぱり東京のこの都心でもね、えー、どんどん空き店舗が目立ってきてるじゃないですか。 どうするん、ですすかと思いますもんねうん銀座でも、ね、かなりね、真っ白な看板が目に,つくようになってそうですよね、これはもう大変な事態だと思いますよでもともとね、他のその先進諸外国と比べても、日本はやっぱり戻りが悪いと去年も言われた、はい、そしてもともとデフレだったところにコロナ来てるわけでしょ、うだから本当にね、こんな状態をもうこれ以上続けるというのは、はいまあ、ある意味、国全体での自殺行為になると私は思いますね。 おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです自民党総裁選挙に向け公開討論会開催自民党総裁選挙に向けた党の青年局と女性局が主催する公開討論会が昨日開かれ 河野規制改革担当大臣、岸田前政務調査会長、高市前総務大臣、野田幹事長代行の4人の候補者が出席し、憲法改正や拉致問題、選挙改革などについて激論を交わしました。総裁選投開票は今月29日、来週の水曜日です。 えー、あと1週間余、うんね、りと。ちょうど1週間ぐらいですね。うんでも、全国の党員の方々には、もう投票用紙が配られましたから、はい、先週末に。 もうだから、投函されたっていう方もかなりいらっしゃると思うんですよね。あの、皆さんね、あの、待ってるでしょうからね、当員の方は。まあ、そうですよね。う,ん、うん。まあ、決めてらっしゃる方もいれば、そうじゃない方もいですね,、はい、ね。特に週末はかなり討論会なども。<laughs> あそうですね。やりましたからね。まあ、そういうものを見て、はい、という方もいらっしゃるでしょうし。えー まあそのあたりはもうね、だから、開いてみないとわからないということだと思いますね。んうん、なんかでも久しぶりにこの政策の議論みたいなものをこう見たなという感じが、ね、そうですね。ただ、私はね、そうは言うもののね、はい、やっぱりちょっと不満なのは、うんうん、あの、例えば外交とか安全保障とか、 あーまあ、もちろんあの年金とかね、そういうの大事じゃないとは言いませんよ、はい、でもこれだけね、やっぱり日本の周りが緊張してきている、世界が激動している、はい、まあこの後に扱うニュースなんかもそうですけれどもね、うん、それなのに、なんかあの、例えば記者クラブでやったものにしてもね、はいはい、ちょっともっと緊張感のある議論が聞きたかったですね、時間的にももっと長くやるべきだったと思う。うんうん、それから例えば日本に 関して言うならば、はい、長年ずっとね、その課題大きな課題としてありながら、全く解決ができていないね、例えば北朝鮮の拉致問題とか、うんはい、でしかもこの総裁選の最中に北朝鮮、ミサイル撃ってきて、はい、そうですね、うん、あの e z に着弾してるわけでしょ、うんその緊張感は残念ながらなかったなとうんいうふうには思いますねまあ何かね、かなりこう、うん、細かいところに入っていてそうそう、格論に入りすぎなのよね。うん 攻撃能力がどうだ,こうだとかね。そう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 。うん、で、それをなんかこう、まあ、この割と最初から明確に言ってる高市さんと、はい、それを若干茶化かす河野さんとみたいな感じでね、そういう話じゃなくって、はい、やっぱり日本はその大筋として、どうするんだと、ええ、いうことをね、えー、本当にもっと真剣にあの話し合ってほしかったなというふうに、論戦というものをもっと期待したんですけどね。まああのしええ 立て付けだとなかなか、火花チロロ温泉っていうのにはなりにくいのかもしれませんけれどもね。まあね、本当に日本をじゃあどう守るか一つとっても、うんはい、じゃあ日米同盟をどう位置づけて、うんうん、で、その中で、うん、うん、まあ、 アメリカのミサイル等々も入れるなりっていう抑止力を保つのか日本独自に何ができるのかとかって閣論に入る前に全体論を話してからじゃないとわからないとな大きな話をねうん、うん、で例えばそのミサイル防衛にしたって、はい、まあ河野さんは当事者として、ね、あのイージス・サーショアを止めたっていうのがありましたよねだけど、まあ、それ以前にアメリカがそのアジアのどこかに中距離ミサイルを配備すると、はい、いうことを言ってたのが確か2年ぐらい前かなですよね23年前ですよね、はい、でじゃあそれ日本として どうするんだっていう話でいりますかいりませんかはいあなたはいりますねはいこの人はいりませんみたいなこと言ってんだけどいやそういう話じゃなくて、はい、今本当にあの飯田さんおっしゃったようにね、ええ、北朝鮮のミサイル技術が飛躍的に上がっている、うん、中国はもともと日本射程に入れるミサイルをたくさん持っているしかも核弾頭も入れれる核弾頭もそれからロシアも極東地域にやっぱりミサイルをもっと置こうという方向に来てるわけですね、うん、そうすると日本はこのミサイルというもうあちこちから向 受けられてる脅威に対して、全体としてどういうふうに向かうのと、うん、でさっきおっしゃったように、大枠としては、じゃあ、日米同盟あるわけだけど、はい、じゃあ、アメリカのミサイルをまあ日本に置いてもらいましょうねと、ええええ、それではい、おしまいって話じゃないですからね、うんで、さまざまなミサイルの種類もあるしね、はい、で最近でしたかね、あの韓国が新しいタイプのミサイルの実験をやったでしょう、う潜,潜水艦から発射するっあれは非常にそのまあ高度なものですよね。ああいいうう技術についても日本はどうなって、はい だとこれは格論ですけれどもね、うん、だからその全体像として、日本をどういうふうにミサイルの脅威から、周辺国のミサイルの脅威から守るんだっていう、はい、あの上の方の議論というのがなくて、うん、でこのミサイルいりますか、いりませんかみたいな話になって、いうのがちょっと違うんじゃないかなと、思いますよね、はいうん、まさにその上の方の議論というのが、国家間であったりとか。 ところ確、ね、論は各大臣に任せればいい官僚に任せればいいかもしれない、えーまあ、極論すればねうそうなんですよねだからそのおっしゃる通りでねまあ国家間っていうのはいろんな言い方がありますけれども、はい、そのまあ歴史であったり国柄であったりする部分もあれば、えーえー、じゃあ日本はどういうふうにして存続していくんだとんこれから先をねうんうんうん まあそれは経済,の経済力もあるし軍事的な抑止力もあるし,抑止,あるしで抑止というものをどう定義するんですかミサイル防衛というけど抑止をするのか、はい、それともその防衛の、ね、システムそういうものにその、まあ、頼っていくのか、ね、そこらあたりのうん、うん、つまり何に重点をさっきのコロナじゃないですけど、はい、何に重点を置いていくんですかっていう方向性とか、うんうん、それこそ大きな戦略っていうものが。 全然なんか話し合いに登場しないという感じを受けましたね。これ常に残念だなと思いましたけど。うん これは、その。日本人のと苦手なところかもね、議論として。うん。で、質問する方も、そういう、こう、質問。投げかけないから。投げない。うん。うん、議論の仕立てもそうなってないですしね。うん。だから、これ、あらゆる面でそうで、年金だってそうなんですよ。はい、すごい格論の部分で、皆さんよくご存知で、うん、いろんな知識を、まあ、残念、こう、卑怯されるんだけど、はい。残念ながら、じゃあ、どうするんですかって というふうになったときに、まあほとんど止まっちゃうっていう感じですよね。うん。A A だとこういうリスクがある、B だとこういうリスクがある、C だとこういうリスクがある、話し合わなければいけません。そうそうそう、検討しましょうみたいな話になっちゃうでしょ。うん。それは違うよねっていうね。うん。まあそこら辺で、まあこのねここでことさら男女の何かっていうのを言うのもあれかもしれないんですが、女性候補お二人、高市さんと野田さんの方が腹が座った感じでこう。 私はこうしますと、そうそう。北朝鮮に乗り込んでいきますとうん、うん、いうような高、高橋さちょっと意外と慎重な実は言い回しで、乗り込むぐらいの気持ちかっていう感じで言ってましたけどね。か <laughs> <ん>だからその確かにおっしゃるように、私もそう思ったんですよ。はい、例えば野田さんは、ちょっとやっぱり準備不足かなっていう感じはするんです。はい、でもまあ他の男性お二人がね 何かというと全部最後が検討しますとかね、うん、あの、議論しなきゃいけないみたいな話になるところを、私はこうすると。私は今までこういうことをやってきたんだけれども、うん、こうすべきだということを言っているのは、非常にこう腹が据わっている。うん、それと、まあ私個人的にはですね、あんまり野田さんの政策にこう、共感するところは少ないんですが、ただ、彼女が繰り返し言っているね、もう子供が、 要するにその70万人ですか、<ー>しか生まれない国になっちゃったんですよと、日本は80万を割る、今年はは割るんじゃないかと、うん。割るんじゃないかと、かつてはその270万生まれてたのが、昭和24年ですか、もう戦後すぐにはね、えーえー、それがもう70万になっちゃってるんですよと。うん これはね、この危機感っていうのは、うん、その国防に対しての認識がないのと、まあある意味同等ぐらいのものすごい危機感を本来持たなきゃいけないことだと思うんですね。うん、そこは制告をってると思うんだけれども、うん、ちょっと具体策がやわっとしてて、うんうん、子供をセンターに送って、子供に投資していくとか非常に抽象的なんですよね。はい、だから、この問題意識としては非常に正しいわけだから、そこをもうちょっと深掘りしてほしいとか、あるいはもっと思い切った、うん、 あその子どもセンターってじゃあ、なんなんですかと、単純に細かい格論ということじゃなくて、ですね、はい、あの日本はこうすれば子どもが増えるんだということをね、もっと思い切って、どんと言ってほしいですね。うん、例えばお金をそこにつけるっていうけど、どうやってつけるの、はい、みたいなこともねうんうん、うん、そうなんですよね。 お金でで給付すするるかからパチンコに行っっちゃたりととんしょ現物で出したらどうなのっていう話があったりとか、これ、いろんな方法論があるってありますよね、だからその方法論の大掴みなところっていうのを、もっとアイデアとしてね、ドカンと出してほしいなと、そうするとイメージできることっていうのはずいぶんあるし、そんなふうにいろいろ思いましたけれども、今、ちょっと戦況は中盤ですから、いろいろ動く時期でしょう、そらく。 今とはまた全然違う状況になっているかもしれませんよねそれからもう一つ用意していたニュースですが、はい、アフガニスタンで連日車両が爆発していると <laughs> IS ・イスラム国系の組織が関与を主張しているというニュースちょっっと時間は少なくなくてきましたけども、はいはい、これじゃあタリバンとイスラム国は何でイスラム国系の勢力は何で争っているんですかと、はい、いうと一つ言われているのは。はい あの麻薬の利権だろうとやっぱりそのアフガニスタンほかに産業がそんなにあるわけじゃないですから、うん、麻薬をね要するにその麻薬の原料をまあ栽培して,してでその生成に関しては中国がサポートするんだろうと。 うん、いうことは言われていますよね。で今あのまあ特にその消しの花って今おっしゃいましたけどね、はい、ヘロインなんかは、はい、アメリカでも結構ヘロインの中毒者って増えてんですよね。あれも昔のドラッグかと思ったらそうでもなくてだから世界的にそのニーズはまあ悪いことですけれどもあるんですよ。はい、だからアフガニスタンで非常にその安いものがね作られるとまたもっと世界は大変なことになるっていうことですね。なるほど 続いて、教えてニュースキーワードです。個別所得保障制度。立憲民主党の枝野代表は19日、秋に予定されている衆議院選挙の公約の第3弾となる地域政策を発表しました。この中で枝野氏は、個別所得保障制度の復活など、農林水産業の収入安定策を掲げました。 えー、お米などの農産物の価格が生産コストを下回った場合に、まあ赤字が出ちゃうということで、その部分を、えー、生産農家に保障する制度ということで、はい、これはずいぶん懐かしい名前が出てきました。懐かしいですね。あのー、今ほら自民党がね、総裁選をやってるじゃないですか。はい。で、これはそのもちろん、まあおそらくね、最大 <laughs>、 あの党を取るだろうとみんなが思ってるから、ねまあ、総理を事実上決めるということで、うん、国民的に結構盛り上がってますけども、はい、やっぱりこれはね本来野党がもっと頑張らないとうん、うん、自民党の中でねいろいろこの政策をああだこうだと出して、はい、まるで自民党の中でプチ政権交代が起こるみたいなことで、えー、満足されていると、はい、さあの国民もある程度それでもいいやとなってること自体が。うん まあ、エダさん特にその、野党第一党としては、もっと反省してもらわないといけないんですよね。はい、だけど、その、立憲民主党が出してきた政策見ると、どれもこれも、 なんか前の焼き直しなのみたいなのとかね。はい。あるいは、なんでそういう狭いとこ行くかなみたいな話ばっかりなんですよ。うんそれとか、そのなんか、学術会議で任命拒否した6人を再任命するとかね。ああ、第一弾です、ね。もううわけがわからない。あと、盛りかけやるとか、もう論外ですよ。うんだけど、実は私はですね、はい、昔のその民主党政権の時の、まあ、いろいろあった政策の中で、はい、唯一、 こう、評価できると思って期待してたのは、この農家に対する個別所得保障制度です。これはいいと思いますね。ちゃんとやれれば。ちゃんとやれれば。というのはですね、はい、あの、諸外国は結構これを導入してるんですよ。う <laughs> どういう違いがあるかっていうとね、はい、今、例えばお米でも何でも価格で縛ってるじゃないですか。はい。農家が損しないようにと。それは、要するに健全じゃないんですよ。うん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 。 やっぱり、はい、あの自由に置くべきなんですね努力した分がきちっと向うそうそう、それで、だけどやっぱり農産物っていうのは、なかなかコントロール聞きづらいところがあって、はい、できすぎちゃったり、えーえー、あるいはその天候とかいろんなものの影響を受けてね、えー、できなかったりすることもあるわけですよ、うんうん、でそういうことがなかなかその人力で全部コントロールできないっていう面があるので、うんそれで農家がやっぱりその、まあ、貧困に落ちないように、はい、そこを保障していくっていうのは、結構諸外国はみんなやってるんです。ることには 何がいいかっていうとですね、はい、例えばそのたくさん作って、余ったら価格がただただ下がる、うん、農家ただただ損するっていう、まあ今までね、はい、そういう流れになっちゃいけないということで、価格縛りをしたりしてたわけだけれども、そうじゃなくて、うん、たくさん作るでしょ、価格が安くなるじゃないですか、はい、でも農家は損しないんですってことで、どんどん作ればいいんですよ、うん、それで余って帰った分をどんどん輸出すればいいんです。はい、うん ただし、じゃあ、何でもかんでも保障するのかって言ったらそうじゃなくって、えー、ここでね、よく言われる、その食料安全保障みたいな国家戦略と絡めていくべきなんですよ。はい、要するに、これは絶対に自国で賄うんだと。そして、どんどん作って、余って帰った分は輸出して、輸出産品として外貨も稼いでいくんだと。まあ、こういう風な流れにするものは、これとこれですよと。で、そこ、それを作る農家に関しては、はい 所得保障をしますよと。で、それ以外にね、ものすごく贅沢なその商品作物みたいなものを作るところに、なかなか保障っていうのは馴染まないわけですよ。だからそれはそれでまたちょっと別の農業という形にして、はい、つまりそのみんなが食べて、ええ、とにかくその、これは必ず国産で賄わなきゃいけない。で、非常時も含めてですね、そういうためのものっていうのをちゃんと確保して、なおかつ外にも売っていくということのための、 その体制っていうのをきちんと作らなきゃいけない。そのためには、やっぱり優先順位を決めることですね。はい。まあ、その優先順位を決めるっていうのが、イコール戦略っていうことなんですけれども。 その辺が全然、今までないんですよねうーん、まあ、EU なんか見ても、うん、そのフランスとかって結構補助金の形でも入っていて、はい、ただこれはもう、そうであっても、うん、国が支えてきちっとこれは作ってもらわなきゃ困るんだそんっていうものはあるわけですね、えー、ジャガイモとかがまさにそうだと思いますそれでやっぱりね、フランスなんかすごい農業国じゃないですか、はい、であれを周りの国々や世界中に輸出することによって、うん、要するにみんなの胃袋を握ってるわけですから。うんうん、はい これがイコール安全保障でもあるわけですよ。まあ派遣を取るって言った方がいいかもしれませんよね。だからそういう戦略が日本になさすぎるんですよ。だから農業とね、はい、そういったその国際関係や、あるいはまあ一種の国際派遣みたいなもの、そういうものを絡めて、うんえー、その戦略を立てていくっていうことが、今まで日本にはなかったんですよね。で、そことこの、まあ、所得、個別所得保障を絡めるんだったらとてもいいと思います。 今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。この時間最後のニュースをスクープアップ台湾産の果物2種類を中国が輸入禁止。台湾は WTO への提訴も検討。 中国の税関当局は台湾産の果物、万イシとレンブから今年に入って何度も害虫が見つかったとして、昨日20日から輸入を禁止しました。台湾政府はこれに反発し、WTO、世界貿易機関に提訴する構えを見せています。台湾産の果物をめぐっては、今年3月から同様の理由でパイナップルについても中国が輸入を禁止していました。 パイナップルに関してはね、うん、日本、かなり。ね、みんな頑張って買いましたからね。美味しいんだ、また。そう。食べやすいですよね、すごくね。ねなんか芯まで甘い,っていう。そう、芯まで甘いし、柔らかいんですよね、芯がね。だから非常に良かったので、はい、今後もあの、 えーと、去年までは、その、台湾産のパイナップルって日本の国内での流通量って少なかったじゃないですか。だけど、おそらく今年をきっかけに今後増えていくと思うんですよね。はい、それはそれでいいんですけど、えー、この万霊師と蓮部っていうのは、ほとんど皆さんご存じないと思いますが、すね、すえーと、この万霊師というのはですね、はい、釈迦島というやつです。釈迦,釈迦の頭。お釈迦様の頭みたいな形をしてるんですけれども、えーえーえー まあこれ両方ともそうですね何と言ったらいいかなうんと割とあっさりサクサクとしたあの食べやすいんそんな全然癖のないフルーツですよ。<ー>で多分これから出てくると思いますね季節的にもだからあの、まあ、新しいフルーツなのでね、はいえー、うまくプロモーションして、まあ、日本の市場に溶け込んでいったら、えー、それはそれで面白いかなっていうふうに思うので、えー、私はなんか、まあ、釈迦糖と蓮部入ってくるんだったらいいなと思ってるんですけど。えー、ええー ただです、ねまあ、これを機会に、はい、あの台湾で日本の、ね、いろんな農林水産物、農林はないか、うん、農水産物ですね、はい、これに関して特にその福島の原発の事故以降、輸入をまあ制限というか、停止してますよね事実上ね実、ねえー、これやっぱりできるだけ早く解除をしてもらうということを台湾側に。 まあ、求めるべきだと思いまますねああのーまあ、今のところね、その台湾と日本は特に今年去年ぐらいから、いろんな助け合いをしてますよね。あ、はい、あのー、まあ、コロナが来てからも、台湾からマスクを送ってもらったりとか、はい、日本がワクチンを送ったりとか、それからこの民間でも、まあパイナップルが大変だといえばみんなで買おうとかですね。はい まあ、いろんなことがありました。うん、で、台湾産のパイナップル自体がどういうものかっていうのもみんなに結構ね、浸透しましたよね。うん、まあ一部ちょっといろいろなこと、トラブル、多少細かいことあったと聞いてますけれども、はい、まあでもかなりいいイメージが、まあ日本の市場に浸透したわけです。うん、まあだからというわけじゃないんですけれどもね、はい、そろそろやっぱりこの日本のね、えー、特に水産、うん、系のものですね、うん、そういうものについても完全な風評被害なので、うんはい それはそろそろお、うん、まあやめていく方向でお願いできませんかということを言ってもいいんじゃないかなと思いますけど。うんうん これ、あれでしたっけ住民投票で、うんうん、こう、にかけたけれども、そうなんですよ。ね、あのね、台湾ってね、意外にね、原発に関するね、国民的危機感情って強いんです。はい、それと、今の政権ってね、民進党っていうのは、すごくその、はい、まあ、台湾人の政党ですよね。えー、まあ、ある種、その台湾人のナショナリズムっていうものをすごく持ってる政党なんですけれども、はい でも、左派政党なんです。そもそもは、そうなんですね。そそもそもそうなんですね。で、その原発に関する危機感というものを、まあ今後どうするんだってことをですね、あの、私はまあコロナが来る前の年までは、毎年台湾に行っていて、で、そこでもその、まあ民進党のですね、まあ蔡さんの側近である人たちともいろいろ意見交換した時に聞いたんですよ。そしたらまあ彼らも、いや、実はその、まあ現実問題としてね、台湾も島国で、そしてその資源がないから、 現実問題としてはその原発っていうものを受け入れていかなきゃいけないんだと。ただ、伝統的にですね。はい、要するに民進党ってもともと まあある意味万年野党だったわけですよ反体制の党だったわけですね、はい、で国民党の人たちがそういった原発だけじゃなくてインフラ関係の利権を全部がっちり抑えてたんです、はい、だからそういうものに対するこのアンチという立場がもう伝統的に強いんですよだからその当時からもうその反原発もうそういうものを作ってね、はい、その。 安全に運,行あの運営できるのかとかねそんなものっていう感じで反対運動をやってきたのがある種のアイデンティティなんですね、はい、だからそこをひっくり返すっていうのはかなり大変だということはこぼししてましたねそういうまあその国の事情みたいなものっていうのがあるんですけれども、うん、ただ、今の若い世代はですねやっぱりエネルギーに関してはかなり現実的なものの考え方をしていて、うん、で日本と台湾っていうのはその状況がすごい似てるわけですよ。ええええ だから今後そのエネルギーに関しても、 いろんな技術をですねお互いに一緒に新しいものを開発していくとかそんなことでも一緒にやりたいんだということは言ってましたね。自信がある中でというところで本当に同じですよね。似てるんですよだから新幹線システムも日本のものを入れたっていう話があの時も最初フランスのものを入れようとしてねそれで途中から入れたんでちょっと面倒なことになっちゃったっていうことがあったんですけれどももっとそういったインフラやエネルギーや あるいはそのもちろん安全保障という点でも大きく協力できるところってのあるわけですよ。まあ、そういう意味でもね、このまあ福島の問題もやっぱり台湾にまず、えー、ここ解いてもらうと。 うん、いう話のきっかけにするのが一番いいんじゃないかなと私は個人的には思いますねそれこそ福島第一原発のたまりゆくその処理水の、うんはい、放出に関して、ええ、あの高橋さ,さんはまず海外にアプローチをしてはい、はい、きちっとこの風評被害というものを、ええ、あるいは輸入制限はい、はい、不当な輸入制限というものを解除することの努力が先だという話をされていたと私がネット番組に来ていただいたときそこを、ね、全部説明していただいたんですが確かにそこは正論なんですよ。ええ 正論なんですけれどもね。うん、ただ一方ですね、まあ自民党の関係者にいろいろ話を聞くと、うん、あるいはそのまあ旧安倍政権の時のね、事情を知る人たちに話を聞けば、はい、でもあれはやっぱり決断して、<あ>そのようにこうアナウンスしたっていうところまでが相当重要だったんで、うん、それを後ろに戻すというのは、いろんな意味で良くないと<ー>で。もちろんその福島の事業者の、あの、漁業者の人たちというのの,あの気持ちっていうのはあるんだけれども、はい まあ、それも含めてね、その、福島の、例えば福島選出の議員の人たちなんかもすっごい汗かいてくれてるから、うもう、ただそのね、要するに、まあ、 ある意味正論ではあるけれども、それだけで後ろに戻すことは、時間を巻き戻すことはやめたほうがいいっていう、<ー>みんな意見なんですよ、ね、なんか、昨日ほら、オンラインで、うんはい、蔡英文さんと高橋さん、話されたのもあるので、台湾のにおけるその農産品の輸入制限を一部でもいいから解除してほしいと、うんうん、その辺っていうのが、何かこう、目さんみたいなものがあるのかなとどうなんでしょうね、ま,ねまだ,だからどういう話をされたかっていうのは、公開されてないですからね、まだこれでも、ね、おいおい公開するんだというのを、うん、言ってますけどね。 まあ台湾には台湾の事情もあるしるそれからちょっとタイミング的に微妙ですよねこれ、告示の前だったらねいいんだけど告示後にやってるっていうことがまあもちろんね中国っていうのは日本にとって大変な脅威なんですけれどもこの、まあ、ある意味こう刺激をするっていうことは果たして上手あ上手っていうのはその上手なやり方だったって言えるかどうか。はい っっていうとととこころはちょっと疑問のあるところなんですよねだからそういう点でもちょっと内容公開されてみないと分かりませんけれども、はい、そこまで突っ込んだことを果たして言えたかな。 あの向こうはだって相手は相当ですからトップなんですよ、えー、こちらはまだトップになってないわけですから、えー、まあお願いしますってことは言えるかもしれませんねっていう感じですよね。だからトップ同士の会談ではあくまでないから、はいえー、そこで話したからどうこうってことにはなりませんけれども、でもやはり台湾に対して私はそういうことをしていく必要はあるのかなというふうに思うことと、それからもう一つね。はいえー やっぱりね台湾がこの、まあ、パイナップルといいですよ、はい、旅行客といいねそれから今回のこの、うんまあ、釈迦島と連部といいですね、はい、こういうことをやるんですよ中国は。 うん、いやさっきの、あのー、個別保証の話ともこれ響き合うなっていうのが、うん、完全にこれ安全保障そうなるわけだから、やっぱり中国と取引をするということは、はい、こういうことなんですよ、今まで何回も2000年代入ってからだって、日本企業、焼き討ちされたりね、<ー>いろんなことがあって、<ー>そのたに日本側はなんとなくこう情報をしたり、えー、相手の顔色を見たりしてきたわけですよね。だけどこれれかからもずっととそれでいくのかと うん、いう話でですよで向こうはもっとどん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 その10年前とは比べ物にならないぐらいに大きなその軍事力を備えてきて、はい、日本に対してててもっと圧力をかけけてきてるわけですよね、うん、そういう中でじゃあ今後もですね日本企業が今までと同じ延長線上で中国と付き合っていくということは。うん 単なるこれはビジネスですねと、はい、政治とは別ですよなんて、そんな悠長なことは言ってられない状況なんですよね。向こうは全部が繋がってくるわけですよね。そうです。もう花から繋がってるわけですし、うん、それからこの10年の間でね、軍事力だけじゃなくて、向こうはいろんな国内法を整備してきて、はい、要するにその産業から何から、全部向こうにとって都合がいいように、いろんなものを、例えば技術とか、うん、あそれからまあ日本のね、権利とかいうものも、うん、 全部合法的に自分たちのものにできるような体制を作ってきたわけじゃないですか、うん、そういうことも考えるとやはりこの、まあ、日本の産業というものが単に商売の、まあ、道具ですよとか商売なんですよという話では通用しなくなってきますねということですね、うん、だからそのあたりも本当はもっと突っ込んだ話を、はい、総裁選の議論の中でしてほしいと思いますね。うん